どうも、こんにちは。ライラというものです。今回からメメントという作品を遊んでいこうと思います。ジャンルはホラーアドベンチャーゲームということなのですが、こちらはですね、ユートピアというフリーゲームの作者である慎太郎さんの作品となります。どうぞよろしくお願いいたします。綺麗な音だった。学園のふもとには きれいな海が広がっていて。その向こうには。小さな島がポツンと浮かんでる。ラボゲームスタジオ。 豊かな原生林に囲まれたこの島はかつての戦争の面影を残すこともなく今では天然の植物園として開放されているすげえ綺麗だなああ動かせますね。 めっちゃ立派な、ご立派な船なんだけど。先生、ほら、あなたたち、早く並びなさい。並べばいいのかな、とりあえず。多分ここでいいよね。<laughs> どこかで見たことあるな <laughs> まあ、多分気のせいですね。各自夕方まで自由行動。 ただしこの港と資料館のみの出入りとします毎年この島には他校の方や一般のお客様もいらっしゃいますくれぐれも誇り高き聖カトレア高等学校の宿女として恥じない行動を心がけなさいわかりましたああ堅苦しいよねそういうもんだよね課外授業で島に来たんだからもっと楽すればいいのに ですなぁただですねあのー、パッドでやってるのでどのボタンなのかなっていうなるほどなるほど多分なんだろうこれでセーブとかが出てきて体力なのかなこの5はなんでしょうねとりあえずいろいろ調べていきましょうかコインで動く双眼鏡だ ありますね結構これ <laughs> あっという間だよね私たちの学校が見えるよほらあー学校があるよく見ようガタンみたいな感じで終わりますよね多分 <laughs> あ入っちゃったちょっと待って外外見たかったんだで一応ちょっと早く移動もできるんだね OK です 向こうにマングローブの綺麗な自然公園があるんだってでも温暖化で森が少しずつなくなってきてるみたいで今は自然保護区になってて入れないってさそうなんだねうーんこれのことかな戦没者慰霊のためサウェイの入り口を封鎖するあいでるんだよな <laughs> 開いてるんだよなー入れちゃったちょっとやめとこやめとこやめとこ <laughs> ちょっとちょっと後にしよう後にしよう真面目に怒られるやつだこれ資料館行きましょう澄み切った湖だ豊かな熱帯の森だ 野生の蜂と花の写真だこんにちは落ち着きがないよ <laughs> 淑女とは一体何だったのだろうかまあいいやうちの先生ってカトレアの卒業生だって話だけど聞こうとしたらなんか怒られちゃったそうなんだね遺品が展示されてる古い鍵が見えるちょっと覚えておきましょうかこれは 別の場所は手紙かートイレがあるああそっか <laughs> あそっかそっか女の子だすげえ綺麗なんだけど何何に対して感心してるのかよく分かんないけど これってあれじゃない魚雷的な。体幹魚雷。かつて島の近海を航行中の学童疎開船が雷撃を受けたものと、同型のものである。同型かななるほど、なるほど。これは、慰霊碑がある。 十字架もしくは十字架上のものの前に立ったときは、お祈り、カッコセーブか。これがセーブってわけですね。こういうことか。なるほどね。これでセーブができるって感じか。うわぁ、すげえ綺麗だな戦争の記録が収められている。 多分こんなものかなちょっと別の場所ないか調べていきますね。やっぱりここなんじゃないかなここしか行けるところがないよね。行ってみる。なんかもう絶対行っちゃダメな、あーなんか勝手に進んでるんだけど。やばい。絶対やばいやつだ。シスルさん港から出るなと言ったはずですよ。ごめんなさい。 聞こえなかったのわ,あわす,すごくごめんなさいでした <laughs> え奥に進めるんだけど花が添えられているこれぐらいなのかなとりあえず戻ってみますかあれここにいた子がいなくなってるね 知ってるこの島にまつわる怖い話夜になると骸骨が死体を求めて這いずり回るんだって怖いんだけどそうですよね一応ホラーゲームなのでこれ <laughs> 今のところ大丈夫そうだけどね喋ることが変わってるかなって思ったら怒られ俺も怒られたよ <laughs> 俺の場合は明らかに、まあ俺が くぶくりんというか、十割悪いというか、なんというかなんですけど、やばいやつですね。<laughs> いや、これ絶対これ、お説教が待ってるやつじゃない眠ってるようだ、あれ寝てらっしゃる。大丈夫 えなんか音鳴ったよねえ、なんだあれは何かペンダントのかけらのようなものが落ちてるそっか、まあ、ここに置いておいた方が気づくもんね。持ってっちゃうってことはないようですね、どうやら。 えなんだなんだかすごく眠たいやばいこれ何かのフラグだよえい、ー、つまでもうちょっとだったのによっぽど疲れてたのかな 待って本なくなってるよねなくなってますよねあれこれもしかして誰もいない感じですか誰もいないってことはここのものもなくなってるよね鍵はケースから出てるえ取れないのかな でさあもう俺嫌な予感すごくするんだけどですよねー <laughs> ですよねーそっかじゃあ鍵をえ待って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  <laughs> やばいのがいるやばいのがいるちょっと待って無音でなんか出てきたんだけどやばいのがいる とりあえず拾って鍵穴がないどういうことなのやばいやばいめちゃめちゃ近くまで来てるえ当たったらやばいやつだよねこれアウトですよねおそらくえどこだうわ危ない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 とトイレトイレトイレとかトイレとかそんなわけないよねあでもここは大丈夫だね一応安全地帯的な感じですね

この辺ととかか調べられるとかあストッパーを外したこれか外してってことは動かせるなんかやるんだろうなこれょっとちょっと落としてみるかよいしょよいしょうわうわうわ,うわそれよりもハチが怖い うわー、これってもしかして、あ、いけるようになってる。わあ。やばい、これ、請求書エンドとか、あるんじゃねある意味、ホラーなんだけど、あったら。え、でも、今以外の方法で、鍵穴ないって書いてありましたもんね。 今以外の方法で出れる方法とかあったのかなえってか海じゃなくねここ。てかいろいろ変わってねみんなもいないし。えええどうしようどうしよう。ってことはもう一度 足を踏み入れるしかないのかこっちにえびっくりした <laughs> しずるちゃんの足音でしたねこっちかなうん 何,何何何わー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 わわ何何何何対地攻撃、戦闘機、デッドヘッド。かっこいいんだけど。え、ちょっと待って待って <laughs> そういう感じですかやばい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 。逃げて、超逃げて、超逃げて。やばい足を、足が、足が取られてる。足取られてるやばい。え、これはこういうことかいや、いやえ、え、え、待って待って、無理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 やー。 え大丈夫なのかなこれえ多分向こうまで行けたよな行けなかったのかな行けそうな感じあったよねでも一気に静かになっちゃったけど マジ,マジ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 ちょっとちょっとちょっと,ょっと一旦一旦ちょっと <laughs> やばいってこれ絶対やばいって <laughs> 一気に行くぞいや,いや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 どこ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 これかなこれだこれだこれだよかったよかったマジでもう俺2ダメージも受けちゃったんだけど これ一刻も早くセーブポイントを探さねば、やられるぞこれ。十字架ってことはこれって使えるんじゃないあ、使える。じゃあセーブしましょう。瀕死、体力残り1状態の時、十字架の前でお祈りを行うことで失われた体力が回復することがあります。 することがあるってことはしないこともあるんだねなるほどプレイヤーのお祈りスキルが試されるというわけですねでこれどこに行けばいいんだろうねバリケードで道が塞がれているう、うん、<laughs> 何も見てない うわあんですか、これは。対空迎撃システム、クローラー。うわ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 、何何何何どういうこと <laughs> すげえ怖いんだけど。うわいや、普通死ぬだろ、今の。<laughs> え、今のもダメなんだ。落ちてから接触しちゃってもダメなんだね。マジでどうすればいいの うわーびっくりしたあ普通にやばないこれ <laughs> 怖いんだけど怖い怖い怖いでちゃんとひびが入ってるんだよねすげえすげえって感心してる場合じゃないんだけど全然よくできてるよってすごいすごい今感じてるんだけど あーそういうことずらしてもらうってことでも待って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 うわー怖い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 いやいやいやああずれてるずれてる え待って待って待ってなんかあるんかあるんかあるちょっと待って入ろ入ろ入ろえどっちが正解どっちが正解ってかあっちも行けたよね絶対うわ怖い怖い怖いバレてないよねえ どっちが良かったんだあれ本当どっちも行けたような気がするんだけどこっちいやどっちも同じかプリーズって書いてあるけどああっあった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  <laughs> やばいなんかこのこのゲームやってると十字架が大好きになりそう 回復してくれるかもしれないってことだよねあよかったやった待って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 あ戻れないもしかしてこれは行くしかないやつかうわーすごいびっくりしたよ今いや入っちゃえ入っちゃえよし すげえゴリ押しだったけどマジでまだ追ってくるすごい迫力なんだけどとりあえず大丈夫動けないかあー、まあ、そりゃそうなるよね何がなんだかって感じだよね俺がそうだもんほんとだってしずるちゃん それ以上に絶対ひしひしと感じてるもんなシスルはこの中に入ってくのを見たのみんながでもここってここ戦争が終わった時からほとんど放置されてるらしいよ森が深くて遺骨とか不発弾とかまだ島の奥に残ってるって 探しに行こうみんなでもさなんか遺骨や不発弾よりヤバいのばっかり見てるんだけど今のところ <laughs> おやめなさい先生かなやはりかあなたたちまで迷子になったらどうするのですまあそれもそうだよねでもしずるさんが入っていったという証拠でもあるんですか 立ち入り禁止とそこにそう書いてあるではありませんか一回見たとはいえ、先生に注意された時は引き返しましたもんね。資料館に戻りなさい。でも、先生、何か思い詰めてたとかないよね ごめんなんかすごいちょっとした出来心で入っちゃったんだけどこんなこと言いたくねえけどしずるが本当に自分で入っていったのならそういう覚悟があったってことじゃねえのかえなんか今の子すごい男前だったんだけど決意は満たされてないよまだえ 進めるんだよね多分戻らないほうがいいよね怖いよねとりあえず進んでいこうんえなんか動いてるなんか動いてる何これ